それで私たちに黙って穂坂を倒しに行っちゃったんだ。ふーん。エリカもずっと穂坂のこと調べてたんだよ。だから抜け駆けされちゃったみたいで寂しいんじゃない？言わなくていいから。あと別に寂しくない。新宿で倒れちゃった借りは返したいって3日前に考えてたよね。4日前はメメタンで叩いたことまた気にしてたし、5日も言わなくていいってば。あ、ごめん、ワームモンの代わりに。つい、じゃあそっちに行ったら私がやられてたの？借りを作ったとか別に思ってないから。君があんまり無謀だから呆れただけね、お兄ちゃん。そいつの問題だ。俺たちがとやかく言うことじゃない。アカウントはどうするつもりだ？まだ探すのか？大阪のアカウントが消えている以上追跡は難しいぞ。ダメだ。あそこにはアンダーゼロには近づくな。お兄ちゃん、アカウントは何か別の手を使って探せ。いいな？怒られちゃった。リュウジどうしたの？千歳もちょっと前から姿が見えないし。何かあった？こんにちは。突然だけれど少しいいかしら？あなたに頼みたいことがあるのだけれど。あの子に頼んでもよかったのだけど、それだとつまらなくなりそうなのよね。なんでもないわ。私が手を借りたいと思った時、あなたの顔が浮かんだの。これも運命の導きのはず。依頼で出しておくから時間のある時に確認してちょうだいね。
Ice だ。
さあ、行こう。さあ、行こう。Thank you.
行こう。
みんなのおかげだよ。
Thank you.
緒に戦えて嬉しいよ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
開始だ。
リは禁物だ。
無理は禁物だ。You